日はカバンの中身を紹介してみようかなと思いますが、今日の私服はですね、そろそろ春めのお洋服を着たい、明るめのお洋服を着たいなと思って、自分の中ではこれが明るめの服だったりするんですけど、今日はこんなです。セーターに厚手の、こういうのなんていうの、リップシルエットっていうのかな、セーターにこのクリーム色の靴を履いたっていうのをちょっと春、私の春の表現です。で今日はあの昨日の夜にクローゼットわーって見た時に、あ、このカーディガンが着たいって思った。まあ大体このカーディガンに合う服はあれとこれとこれとこれしかないなっていうのも知ってるから、見えるように置いてあるの、クローゼット。見せてあげないけどね気が向いたらこのうちもっと効率よく、あとデッドスペースなくしてできるような気がするの。それ誰か教えていい人見つけたらいい人見つけたらって、それ私にいい人紹介してくれるの、それは彼氏ってこと。お片付けできる彼氏を見つけてきます結構です、お片付けの先生でお願いします。カバンです。じゃあこんな大きいカバン、これは黒といえば用事の服です、本当に大きいでしょ。大きいですね。今ちょっと中入れてるから重いんだけど、すごい軽いの。肩掛けもできるし調節できるから、こうやって斜め掛けもできちゃったりして何でも入れられるの。まずはじゃあ、ちょっとお布がカラカラになったので、じゃん、アメちゃん入れでーす。はちみつのアプロポリスの、これ龍角散のドアメ、これミルク味が最高の美味しいの。常にこれを持ち歩いて、すぐ現場、ドラマとかの現場に行ってもすぐ下にカバンを置いといて、いつでも舐めれるようにして、ということで、ちょっと、飴を食べてもいいですか。すっごい蜂蜜なのか。あげるよ。あめと、あめすぎるよ。あとこれ大事な大事な。これも、今の飴と同じメーカーのラベユーっていうところの、マヌカスプレー。これをお喉に、シュッシュって。これも、期待の時とか、乾燥したとき、ちょっと喉がカラカラするなっていうときに欠かせないので、ちょっと一緒に。娘にやると、苦っとか言うけど、これすごく喉にいいです。おばあちゃん。まだ。次は、じゃん。あったかいお茶に入ってるんですけど、中身は、いつもでしたらスパイス入りのルイボスティーを入れてるんですけど、いつも持ってるのが切れてしまっていたので、今日はチャイティーです。実際に食べたり飲みながら紹介される方いないと思います初めて見ました。初めて見ましたすごくでも分かりやすいね助かります、助かりますもう食べたり飲んだりはしないように気をつけて、ないはずだから今日ちょっと寒かったので手袋、赤い手袋、このようにだんだん売ってるようなものが、このポーチはちょっとどこで買ったのか覚えてないけど、このポーチの中には今は欠かせないサニタイザー、そこでこれも、ハンドクレクリーニングジェル、そんなことをしたら絶対ハンドクリームをしなくてはいけない、ハンドクリームで、なぜかここにもおのどのためのこれはペースト状になったおのどの薬。喉大事なので、喉、風邪の引き始めは喉からでしょ、カンカン大丈夫私すごい喉をいたわってるんだなっていうことが今伝わってる。これだけ今テーブルの上にあるものだけ見るとすごくおばあちゃん感出てない書いてるように、ほらティッシュとかあでもハンドクリームとかどこの買うとかちょっと気になります。これはね、ウカのハンドクリームで UV も入ってるの、さらに
シャーニー成分が入っていて、トーンアップする、今ちょっとビュービューやっちゃったからわかんないかもしれないけど、トーンアップするハンドクリームで、香りもいいです。こんな詳しくは言わなくていいんだよね。どんどん言うね。これは、ハロー。これは、付箋とか、台本に気になったところに、ペタペタこういうのが出てくると可愛いじゃない。こういう付箋だったりとか。これと、これはもうセットで。この中に、これペンケースなんですけど、これ何年も使ってる。何年以上か。20年とか使ってるかもしれない。あとは、これとこれ、こういうノートをちょっと置いていて、なんか気になったことを、ほら、YouTube ギター買いに行くとかね。あ、なんか覚えなきゃいけない歌詞を書いてみたりとか、買い物のこととか、ちょっとしたノートがあると、じゃん、これは、最近、私ブラシをずっと持っていなくて、っていう話をしていたら、ヘアメイクの子がお誕生日に、マイファーストブラシをくれた。あとはまあ、皆さんもお持ちでしょうが。これは車の中で移動中にしたりとか、まあ、小顔効果ではなくて、顔の筋膜をマッサージして、それ用に、私は結構、マッサージをしました。これは、かわいい。これは、何年か前のお誕生日に、長男が買ってくれた、アンダーカバーの、そんなの買ってると思ってつけてみましょうか。これは、この中には目薬とか、目薬、そんなものがあります。ねえねえ、どんどん出てくるでしょ。でもだから今起こりますとか、読まなきゃいけない台本のとか、そう、読まなきゃいけないんだけど、ずーっと、カバンの中に入れてるっていう安心感で、読まないっていう、あるあるだよね。は犬にかじられてるけど、この乾燥の時期には大事なこういうスプレー。あとはちいちゃな小バッグにお財布とか入ってる。これ大きいと分かんなくなっちゃうじゃない。お財布がどことか、お財布とまあまあ携帯を取ってここに入れてたりとか、エコバッグ。あとはでこの間スタイリストのお友達にいただいて。こんなのしないよって言ったんだけど、ちょっとなんかもう50歳だし、こんななんか派手なメガネをしてもいいかもって言った。どう？もう全部出てきました？もうないです。本当はまあまあ普通の歯ブラシとか、あ、こんな可愛いよね、でも。普通に。可愛い。すごい可愛いよね。これが私のお仕事に行くときのカバンの中身でした。すぐしまうね。急いでしまう。今日は、ついでにメイクポーチ持ってきたので、基本普段のメイクポーチ、自分自身が使っているメイクポーチを紹介しました。はい。中も見せてください。中身をじゃあ紹介したいと思います。見せたらがっかりするかもしれない、本当にがっかりするかもしれないというか、がっかりされると思うんですけど、ほら穴開いちゃってる。ブラシケース、トラベル用の、見ないでほしいの。すっごい探してるんだけど、このポーチに入るたくさんブラシが、はい、ついてるやつっていうのもなかなかなくて、で、取り替えてないだけなの。これになんかブラシとアイライナーとか、そう、こんなのと、これ最近見つけたファンデーションで、私ネットでショッピングするのが大好きっていうか、逆にどこに行っていいのかわからないから、ネットばっかりでショッピングになっちゃうっていうことなんだけど、ファンデーション欲しいなと思ってて、ネットサーフィンしてた時に見つけた、なんかハリ美容とか書いてあったけど、これすっごくいい。なんかファンデーションとコンシーラーとベースメイクが一緒になってますみたいな感じで、今日は試しにそのままやったこのメイクです。で、まあベース近頃使っているシャドウとかは、こ
ンフォードのこんな色、今日のメイクもこのカラーでやってます。まあ、春なのでちょっとあの明るめの感じのと一緒で、あのマスカラもこのライナーとかはもうこういう薬局で買うケイトさんと、それをしてマスカラのベースも塗ったりしつつ、これは娘がこれがいいよって言って娘とお揃いで使っているのと、ホットビューラー、まあ、さっきこのファンデーションの中にコンシーラー入ってるって言ったからほぼ使ってないけど、コンシーラーで、これはメイクさんに教えてもらった口紅にもなるしチークにもなるよっていうで両方使って主にチークに使ってるのと、じゃん、これは先日あのパリに旅行に行った時に娘がセフォラに行きたいって言うから、娘の買い物に付き合っただけであって、これはたまたまレジの目の前に30度ぐらいになってたから、私もちょっとやったぞ。あとヒントはこういう肌色みたいなリップと、これはもうメイクさんに紹介してもらったこの辺のチップで2センチぐらいでいいよ。ちょっとさっきつけたんですけど、キラさんのそう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 、なんかストーンが入ってるんですけど、ネイルオイル大事、ネイルオイル冬は、まあこの辺は普段はここ使わないんだけど、ちょっとライブやったりとかいう時にキラキラさせる、これもネットで買いました。あとはまあ普通にこういうのが欠かせないのは、またおばあちゃんこれも綺麗なの買えばいいと思うんだけど、これほらあのホテルとか泊まりに行くと置いてあるじゃない、そういうのセット、それちょうどここに入るのにちょうどいいし、あと何かあった時にちょいちょいって埋めたらいいじゃない、こんな。そう、あともう紹介するほどのものはないよ。そう、これが私の普段使ってるメイクポーチです。大して面白いものはなかったかと思いますけど、まあ、こんなもんですよ。なんかあった方がいいものがあったら、ぜひ教えてください。